ヤングチームのキャプテンですなんかこう若手をこうまとめてくれたり明るくしてくれたりしてくれます。結構こう言い間違いとか結構可愛いところあったりして、でもたまにたまにいいこと言いますいやもう本当に後ろにいて心強いですし、やっぱ翔平くんがいるっていうのが今のジビロの守備がいいっていうのを物語ってると思うんで、本当に心強いかなと思います。いや内面はすごくいい人だと思います。内面はそれ以外はちょっと僕から言えないです。知的なプレーというかずる賢いプレーがすごい多くて、すごいこう選手としてうまい選手だなと思います。 Shohei is always funny and my first impression when he came to the Jubilo was like he's a twins brother with Kengo. いいやつなんですけど、めっちゃいいやつなんやけど、まあ見た目はそんななんか良くないですよね。まあめっちゃ可愛いですけどね。プレイヤーの目はもう本当サッカーのセンスあるなって思うし、いつも助けてもらってます。頼りになる。まあ頼りになるって言ったら調子乗るんであんま言わないです。はい。人への対応とかパスコースへのカットの読みとかはすごいんじゃないかなと思ってます。ライツが前に持ち運んでくる時の精度っていうのはすごくいいんで、やってる一緒にやってる側としては、動き直しもできるようにモール運んでくれたりするから、まあ、助かってます。常にふざけてる感じの明るいやつです。右サイド見せても安心してやれるし、まあ、スライドの時はやっぱりそういうところはすごく意識高いので、まあ、安心して前出ていけるかなっていうのはありますけど、人懐っこいというか先輩後輩関係なくて誰とでも仲良くなれるキャラクターかなと思います。攻撃の部分でも、ディフェンダーとは思えないくらい技術もありますし、シュートなりセンタリング、ラストパスなりね、フィニッシュで終われるディフェンスでは少ないと思うんで、そこは本当にトップクラスじゃないかなと思います。相手フォワードにもガツガツいけて自分もカバーしやすいですし、ボールを預けておけば捉える心配もないですし、非常に隣にいてくれると助かる存在です。ライバルですはい。